皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、中古で買った NV350 のキャラバンに遮音材と遮熱材を貼っていこうと思います。遮音材と遮熱材の材料を持ってきたので、まずこれが遮音材。どこで買ったとかって分かる？アマゾン。じゃあアマゾンで買いました。これをね、こうやってペタペタ貼って、タイルみたいな貼っていくんだよね。ペタッと買いました。はい、これが遮熱材です。ちょっとシールがついてるのかな。はい、これを車の前方から後方まで貼っていこうと思います。今日はトミーアップのメンバー植地さんにも参加してもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はもろみホームさんのガレージを貸してもらってます。住まいのお困りごとならもろみホームへお願いします。よいしょ。はい、まずは内張りを全部外していく作業をしてますが、シートも全部外すんだよね。じゃあこれにできるだけ遮音シートを貼って断熱をしたらだいぶ変わると思う。じゃあ貼るときはちゃんと油膜取りのスプレーをやって油分を取ってから貼るんだったら、こういう感じで間までぎっしりとぴったりとくっつかないと効果が半減しますので。はい、少し空いてても構わないから。あ、そうなの、うん、じゃあこことここの間もちょっと開けといた方がいいの。開けた方がいい。あ、オッケー。ぴったりじゃなくて、あとはあれだな、感覚とデザインセンス。一つは綺麗に合ってる、一つはこんなやって曲がって合ってるってセンスないじゃない。任せてセンスは。取る。あんましくっつけないでいいよ。足りなくなる。あ、そういうこと？そういう心配ね。で、こっち側からなんかついてるよ。ありがとうございます。以上。なってますよと。ここに、うん、貼らないといけない。ここ。あ、その下も？そう。足元も。オッケー。バリバリ剥がせるのね。はい、指からじゃあ、あっちも。あー、こっち。これ。はいはい、お任せあれ。はい、こっちではもう断熱材を貼り始めています。注意事項ありますか？この辺は大丈夫なんだけど、うん、後ろの方に一応整備用の
穴がとかあったりするから、うんうん、それを考えてもらわないと避けてってこと、うん、それを避けるか。あー、なるほど。はい、そんなところがないと。はい、そして天井は全て取り終わりましたので、これから遮音張っていきます。まず天井こんな感じ。3列目まで貼れました。だけどあと3列半残ってるって感じですね。はい、遮音材こんな感じです。で、前の方もあと半分以上残ってますね。このドアとドアの中とあと足元は一応全部貼ってます。とかここと か, こ, とかここですね。断熱材に関しては運転席腫れてるぐらい。車の中がゴミの山みたいになってるよ、大変。はい、貼られていた断熱材が散乱してます。 OK、 一回ちょっと閉めてみて。違うの。うん、全然違う。音が違う。こっちかな。ああ、違うね。全然違う。確かに。重くなった感じ。はい、それでは作業は明日に続きます。おはようございます。2日目です。中をきれいにしました。これはね、昨日の天井のやつがくっついちゃって取れなくなっちゃいました。ま、床は取り外すので大丈夫でしょう。はい、それでは今日もお願いします。はい、これから後列のシートを取り外しします。あ、お気をつけて。じゃあ、あっち側も。コアリティシートの取り外し終わりました。あれどうしようか。ダンボール払って。これのことです。これ段ボールなの？うん、段ボールを、あ、違うや、ガムテープで止められてるの。うんうんうん、段ボールじゃなくて発泡スチロールっぽいけど、足置きにしてるってことなの？フィットしなかったかな、わかんないけど。はい、それでは付け終わりました。チェックしていきます。まずは足元、このシートのところもね、足のところもね、はい、ちゃんとついてます。こんな感じですね。はい、あ、これエンジンルームの上取り付けてます。ドアの部分も綺麗だね。これめっちゃ綺麗じゃん。画像では綺麗だけどさ、
画像では綺麗に見えてるだけ。で、あとはこっちですね、側面エンジンルームの後ろも綺麗に貼ってます。で、上にも遮音材を貼ってるんですけど、ちょっと遮音材の数が足りなくてちょっと中途半端になってるので、ここはまた後日ね、Amazon で注文したのでそれを貼ってから遮熱材も貼っていこうと思ってます。とりあえず今日は運転席助手席の部分は貼り付けられたのでよしとしましょう。いいですか？はい、はい、じゃあそれではシートとかいろいろその他もろもろ戻してください。よいしょ、これつけよう。はい、とりあえず終わりました。天井とサイドはね、遮音の材料が足りなかったので、また次の機会にやりましょう。ライツさんもありがとうございます。ありがとうございました。はい、場所提供のもろみホームさんも家のことならリフォームお任せということで、ぜひ皆さんよろしくね。よろしくお願いします。はい、それでは動画をご視聴いただきありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。トミアップのレンタルもよろしくお願いします。はい、よろしく。はい、それではまた次回お会いしましょう。さようなら。